これがニューチャンピオンインターナショナルジュニアヘビー級チャンピオン小林邦明。この後いよいよ初防衛戦を迎えます。やや緊張した表情、そしてチャレンジャーのタイガーマスクの表情、こちらの方は余裕の笑みさえ浮かべております。さあ日本武道館におなじみタイガーマスクのテーマが鳴り響きます。タイガーマスクの入場だ。さあいよいよ小林と一騎打ち。昨年 8.26 電撃コロシアムで衝撃のデビュー、以来連戦連勝を待ちにしてきたタイガーマスクの再会の試練が訪れました。過去2戦にして2分け、もう引き分けは許されませんタイガーマスク。さあどんな戦法で小林に挑んでいくのか、デビュー1年で消えてしまうのか、黄金の虎伝説を築き上げるか。左膝の負傷はまだ完治しておりません。まさに己と軍団の名誉をかけた正念場、タイガースープレックス85で小林をマットに沈めるか。タイガーマスク3回目の一騎打ちに臨みます。さあそして今夜は NWA 認定インタージュニアヘビー級の選手権ベルトがかかっております。大きな新聞のテーマが鳴り響く、チャンピオン小林邦明の入場だ。さあ表情が見えた、ちょっと緊張の面持ちだ。初防衛戦が宿敵タイガーマスク、相手に不足はないでしょう。さあ小林のフィッシャーマンズスープレックス85が火を吹くか。小林邦明今リング上に姿を現しました。試合に先駆けまして両選手に日本テレビより花束が贈られております。続きまして東京スポーツ新聞社川北取締役編集局長より選手試合宣言でございます。 NWA 認定インタージュニアヘビー級選手権試合タイトルマッチ宣言が行われます。この試合は NWA が認可し NWF が認定するインターナショナルジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言する。昭和60年6月21日ナショナルレスリングアライアンス会長ボブ・ガイゼル、パシフィックレスリングファデレーション会長ロード・ブレアス。続きましてチャンピオン小林邦明よりチャンピオンベルトの返還でございます。そしてチャンピオン第5代のチャンピオンであります小林邦明から黄金のベルトが本部席に預けられます。これがインタージュニアヘビー級の黄金のベルトであります。チャンピオン小林にタイガーマスクが挑みます。さあ両選手の紹介。ネブラブレーニンでインターナショナルジュニアヘビー級選手権試合60分1本勝負を行います。中コーナー挑戦者230ポンドタイガーマスク。この選手に禁止はありません。全身にあるのみタイガーマスク。中コーナー NWA にてインターナショナルジュニアヘビー級選手権者230ポンド小林邦明。第5代インタージュニアヘビー級トラハンター小林邦明、3回目の一騎打ちが行われます。60分の一本勝負。解説は東京スポーツ新聞社山田隆さん、ロング氏でおなじみの竹内光月さんにお願いします。お二方どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしく。よろしく。さあそれにしましてもこの井上からきっとと笑ったベルト小林が奪還しました。この功績は大きいものがありますし、この一騎打ちも面白いものになりましたね山田さん。そうですね、まあ、このところ目まぐるしく変わるこのクラスのタイトル、今日は何としてもねタイガーマスクに頑張って今までの蹴りをつけてもらいたい。そうですね、思いますね。さあ試合は60分1本勝負、今ゴングが鳴りました。さあ立ち上がるジャンピングスピンキック、2発目が命中だ、2発目が命中だ。これがオープニングヒットになった。そして早くもラフハット展開か。タイガーマスクを場外に横に投げた。さあそして今度はどうだ、鉄柵の攻撃だ。鉄柵が崩れ落ちる、タイガーマスクも崩れ落ちる。場外乱闘になった、場外乱闘になった。タイガーマスク後頭部を背中打った。小林邦明、そしてさらにトップロープに登ってこの体勢。いやー山田さん、チャンピオンというのもチャレンジャーのような動きですね。もちろんそうですね。今日の一戦というのはね、もうチャンピオンとチャレンジャーということではなくてタイガーマスクと小林の決着戦ですからね。そうですね。それから竹内さん、はい、この
マジックドラゴンとの覆面と髪の毛をかけたマッチも小林勝ちました。そして、ベルトを取りました。今勢いに乗ってますね。それだけにですね、タイガーにとって今一番怖い相手でしょうね、はい、そうでしょうね。さあ今度は鈍い音を出して、おっと新兵器だ、レッグラリアット後頭部に決まった。山田さん、これはあのキッド戦で使った技ですね。そうですね、非常に威力がありますね。はい、この技でこのベルトを取ったんです。さあタイガーがスマを返したドロップキック。さあカウント1まで取りました、1まで取りました。空中戦になりそうですか、山田さん。ええ、当然それは考えられますね、はい、でおそらくね、ええ、この2人の試合タイガーマスクとしては長丁場の戦いを狙っていると思いますね。あはそうですか。小林選手非常にあの瞬発力がありますけれども、スタミナという点では私はタイガーマスクの方があるんではないかというふうに感じてますからね。まあ、しかし竹内さん、この左膝の故障もあります。一部には小林優里という人もいるんですが、その辺はどうですか。そうですね、タイガーがですね万全の体調ならば非常に面白い試合なんですけどね、今のあの体調ですとちょっとやっぱり小林優里はやっぱり否めないところですね。そうですか。まあしかしこの両雄ともベルトにこだわらず思い切った勝負をかけてもらいたいと思います。まあこの両雄の性格から見まして、山田さん、タイガーマスクも小林も、なんて言いますか、気が強い面がありますからね、縮こまったファイトはしませんね。そうですね、まあ、それに今まで の因縁がありますので、はい、今日は両雄ともにですね、はい、はっきり、決着をつけたいというふうに感じていると思いますね。さあ今度は試合がグラウンドの展開になりました。こういうグラウンドの展開はどうでしょう、竹内さん。これは当然タイガーのペースですね、はい、これで小林の場合はですね、はい、ああやって動きが止められてしまいますとね、やっぱりその蹴り技が全く出ませんからね。そうでしょうね。やはり警戒するのは山田さん、小林のキック攻撃ということが言うそうですか。そうですね、やっぱりあのさっきもちょっと申し上げましたけれども、はい、小林選手の場合はね、一発にかける瞬発力、はい、でやっぱり技の流れ変化多彩さということになりますと、どうしてもタイガーマスクの方が上ですからね。そうですね、さあまたスタンディングポジション、目まぐるしい動きになるか、ショルダーアタックル、これは小林は良かった。おっとちょっと躊躇した、そこをすかさずキック攻撃、そしてエルボーだ、小林もエルボーを返す、タイガーもまたお返しだ。いやこの辺は愛知がぶつかり合います。そしてスタンディングポジションロープに振った、おタイガー1回転どういくか、あーしっかりとドロップキック顎の先端にヒッヒッ、そして今度は逆に振られたぞ、おトンボを切るか、トンボを切った、そのまま頭からアタックルだ、抑え込む、カウンター2、頭から当たりましたね、山田さん。非常にね、今はスムーズに攻撃をしましたね、はい、気負ったところが全く見られない、これはタイガーのペースとしてはいいと思いますね。まあ、この試合前タイガーマスクはまあこのところその技の凄みもそうなんだけれども、強さもそうなんだけれども、試合のこの技の組み立て、これを今一番研究中なんだということを言ってましたね。やっぱりね、はい、一つの技に行く場合に頭の中で一瞬考えてはダメですね。でも考えをしないで、もう体が自然に出ていく、今の技はそうだと思います。そうですね、そうしますとやっぱり竹内さん、はい、序盤戦どうですか、タイガーのペースということが言えそうですか。ただここでですね、今小林がそのタイガーの左腕を取りましたね、この辺りの密着がちょっと怖いですね。腕ひしのような形になっています。今度はグラウンドで攻めているのが小林邦明。さあ日本武道館1万2000人のお客様、タイガーコール、そして小林邦明のコール、愛半ばしているぞ。さあグラウンドの展開、これは小林が有利だ。左膝靭帯損傷4ヶ月、4月の怪我なんですが、まだ完全に癒えてはおりませんタイガーマスク。それから山田さん、お互いにこの新兵器を温存してるんですよね。そうですね、まあこういった大試合になりますとね、はい、おっと今うまかった、ね、おそして今度は足をすくった頭脳的なプレーだ。よく研究してますね山田さん。もちろんそうですね、これはもう相手を見なければね、はい、フライングボディアタック、研究の跡が見える、成長の跡が見えるタイガーマスク、どうぞ。やっぱりね、はい、タイガーとしてはね、一つ一つの技というよりも、はい、一発で決めようとせずに多彩な技を次から次へ繰り出していく、その中から勝機を見つけていく。今度はフライングラリアット、まだ今の、ね、ラリアットなんかでも軽いですよね、当たりがね。ですからあれじゃあね、小林選手を攻略することはまだ難しいです。ただボクシングでいうジャブみたいなもんでどんどん出していく、数を重ねていく、これが必要でしょうね。
それから竹内さん、特にタイガーマスクはこのところニュータイガーマスクというものを打ち出しています。はい、それから小林はあのキッドの対戦、特に目についたのが粘りのレスリングでキッドのパワーを止めたことですね。まあ、小林が、ね、粘りに対してですね、タイガーは当然パワーアップを狙ってますからね。はい、これがどういう形で今日その勝負に影響してくるかですね。そうですね。それから山田さん、小技についてはどうですか。やっぱりね、これはあの総合力で言えば、はい、ここはタイガーの方が小技も優れてると、でもただね、怖いのはね、小林選手のパワーですよね。そうですね。なんといってもキッドのパワーを封じ込めた、はい、そのパワーということですからね、これやっぱり文句なしに評価しなければダメですね。そうですね。さあ、ここへ来てグラウンドの応酬が続いております。どうやら山田さん、長期戦の様相ですか。そうですね、今のこの左打ちでいけば長期戦ですかね。そうなると私はね、タイガーに勝機が出てくると思うんですがね。まあ、竹内さん乗っているだけに、まあ、過去2回この両者リングアウト、この2回の対決になっているんですが、過去2回とも小林がマスクにエキサイトのあまり手をかけております。今夜もまあ上昇気流に乗る小林、そういったマスク会議に出る場面もあるかもしれませんね。ただですね、小林君は現在もチャンピオンなわけですからね。そうなりますとね、チャンピオンとしてやっぱり覆面に手をかけるっていうのはどうですかね。ちょっと問題ですね。そうですね、そういう立場もあります。さあ、今度はリングの中央で力比べ、力が入る、これがタイガーマスク、力こぶが入ります。さあ、タイガーマスクが後ろへキック、小林君明自分のペースを取ります。おー、ちょっとこれは山田さん、スタミナの消耗でしょうか。いや、やっぱりね、一瞬、脳震盪を起こしたのか何か、フラッとしてますね。まだまだスタミナという点では大丈夫でしょう。そうですか。まあ、しかしこの一戦、タイガー小林、この両雄の一騎打ちももちろんですが、竹内さん、軍団構想の行方にも大きな影響を持ってますからね。今年のジュニア選手権に関してはですね、これで小林組が一歩リードしたわけですからね。そうですね。維新軍初のベルトチャンピオン第1号となりました小林邦明、これによりまして維新軍もぐっと盛り上がっています。さあ、これが怖いぞ。スムソンのパイルドライバーの体勢、ガツンといった。タイガーの脳天がマットにめり込んだ 2.5。 そろそろ大技を出してまいりますが、小林邦明、まずはスムソンのパイルドライバー、そして今度はタイガーは小技で返す。この辺の攻防、山田さん、味がありますね。やはりね、本当に一瞬の隙も見逃さない、はい、やっぱりその辺にあのタイガーの良さがありますね。さあ、ショートレンズドロップキックは小林がよく見ていた。まだこの場外へのお互いにこのパンチャー攻撃はないんですが、よく相手の動きを見ています、研究しています。両雄スクッと立って、今度はランダー、小林がカウンター、ジャンピングスピンキックが胸に命中しました。タイガーマスクの胸が赤くなっています。さあ、今度はタイガーの番か、後方宙返り、ちょっとバランスを崩した、ちょっとバランスを崩した、スライダーリアット、おっと、これはフルバックをした、そして噴射式のバックブレイカー、全くスリリングな展開だ、全くスリリングな展開だ。そしてタイガーマスクが、さあ、ベルトに手をかけたか、おですね、常にあの際どい勝負になってきましたね。はい、しかしね、このタイガーもちょっと足を引きずってますね。一瞬の隙を突いた、一瞬の隙を突いたバックドロップ、かなりこれは若い竹さん、調子譲るのようなバックドロップですね。非常にいい感じでしたね。そしてカウンターのジャンピングスピンキック、タイガーマスク場外、タイガーマスク場外、小林が頭、いやいやいや、フェイントだ、場外へ自ら降りた、タイガーマスクドロップキック、タイガーマスクドロップキック、今度はタイガーマスクが少し早くリングに帰る、小林君は繰り返して放送席前、あー、飛んだタイガーマスク飛んだ、小林君が来て急にハマった、このスパイクでは衝撃だ、タイガーマスクがかなりダメージを負っている。竹内さん、タイガーマスクの足が心配です。しかし一瞬立ち上がりますけどね、立ち上がりました、リングに戻ります、これが今勝負どころですよ。さあ、カウント入る、カウント入る、さあ、気力だ、小林邦明、カウント7までいっているぞ。さあ、日本武道館騒然となった、ああ、間に合った、小林生還、ギリギリいっぱいのところで生還ですね。さあ、もうギリギリのところで攻防が続いています、両雄。
さあタイガーマスクが波状攻撃か、タイガーマスクが波状攻撃か、今度はトップロープだ、今度はトップロープだ、さあトラが飛ぶか、トラが飛ぶか、さあどうだ、ミサイルキック、顎の先端に、そのまま抑え込む、カウントが入ります。カウント2の攻防が続きます。勝つか負けるか、どちらかだ、負けたら1から出直す、このように悲壮な決意を持って臨みましたタイガーマスク。さあ今度は、さあフィッシャーマンズスーパーソールド、小林が返した、カウント入る、カウント入る、カウント2、山田さん、小林が、あっともう一回行くか、もう一回行った、もう一回行った、今度はどうだ、今度はどうだ、カウント3入った、カウント3入った、小林が勝った、小林防衛、小林の両手が上がる、フィッシャーマンズスープレックスホールド、そのままカウント3、タイガーマスク膝を押さえている。山田さん、一時はタイガーマスクがフィッシャーマンズスープレックスホールドに入りました、それを返すこと2回、最後は小林邦明のフィッシャーマンズスープレックスホールド。やっぱりズバリ申し上げましてね、はい、途中で足をねちょっと負傷したらしいですね、その負傷の原因だと思いますよ。それとね、やっぱりチャンピオンのね小林選手のあの執念にも似たフィッシャーマンズスープレックス、はい、これに負けましたね。そうですね、正式裁定をお伝えしましょう。11分29秒、フィッシャーマンズスープレックスホールドからの片エビ固め、小林邦明が初防衛を飾りました。竹内さん、やはり足の負傷のようですかね。それとですね、昨年8月のデビューから10ヶ月、はい、タイガーマスクがシングルで初めてのフォール負けを喫したわけですよね。そうでしたね、維新軍ただ一人のタイトルホルダーとしての意地も見せました小林邦明。あ、強さを見せました小林邦明のこのベルト、腰にしっかりと巻かれております。初代大仁田篤、第2代チャボグレロ、第3代マイティーの上、第4代ダイナマイティット、そして第5代のチャンピオン小林邦明、残念ながらタイガーマスク第6代のチャンピオンになることはできませんでした。